すみません。55分ぐらいまでやります。今日は、少しね、事務所の方に行かなくちゃいけなかったので、メイクしてるっていうのもあって、この時間ちょっと早めに配信始められてるんですけど、メールまだだから、ですよね。おっぱい、まだだ。来たらしい。そう、一応10分からっていうのを設定したけど、多分メールがあれなんだよね。今日はこんばんは、こんばんは。外明るいからちょっと違和感だけど、こんばんはだね。もう時間がね、今日は蒸し暑いね。めちゃ蒸し暑い。でもみんな来てくれてありがとうございます。3日前からなんだこの誕生日のやつ。そう、最後16歳最後の配信になるかな。服、これ袖がレースになってる服です。今日はこれに今履き替えちゃったけど、ピンクのレースのロングスカート履いてました。そう、なんの、そう、16歳最後の配信かな。あと2日で17歳。見ました、嬉しかったです。本当にすぐスクショして、あの写真のフォルダのお気に入りに入れました。めちゃめちゃ嬉しかったです。でも今日エゴさん見かけたんですよ。見かけない、17歳ならないで、永遠の17歳。こんにちは、ぺこり、こんにちは。スマホカバーのついて、あ、そう、なんか、私がなんか今使ってる携帯の機種で可愛いスマホケース見つからなくて、あのなんか透明のケースを使ってるんですね。だけど私の機種が黒なんですけど、最初は黒が良くて買ったのにちょっと飽きてきちゃって、なんかマイメロの今使ってるね機種の探したんですけどなくて、でなんかファンの方になんかおすすめないかなみたいな感じで言ったら、なんかこのサイト可愛いよって言って URL 載せてくれて見たんですけど、可愛くてちょっと何個か気になったのがあって、そうすごい嬉しかった。めっちゃ私の好みリボンでみたいな、しかも私の機種があるからすごい助かったっていうか、あの服も可愛かったからちょっと服も見てる。嬉しかった。誕生日ね、8月1日なので皆さんミクラン年齢10キロ下、あ、そうなんですよ。11人の中で下から4番目、下がミレイちゃん、その次の下がアナンちゃん、だから小6中2で、カノンちゃんは高1で、私は高2なんですよね。そうだから意外に下の方だけど、年上の子たちと絡んでるから。でも結構ね、10期内でも、あれみたいな、ひかりちゃんって16歳だよねみたいな、そうだよ、あ、そっかみたいな、高3だと思ったってことがこの間のレッスンでも何回かあったんですけど、そう結構ね、高3とか結構、何、りかこちゃんとかと同い年に思われやすることがあるよ。ミクレンのメールを取ろうかも。取ってください。もうね、私のメール取ってね、損することはないとお約束します。宣言できる。ぜひメールしましょう。私といっぱい写真送ります。だいたいね、メールはね、1日ね、少ない時はちょっと2とかだけど、多い時は4とかかな、送ってるの。そう、可愛いと思った写真をあげてます落ち着いてランキング、でもどうなんだ、なんかすごい結構ファンの方落ち着いてるって言うけど、どうなんだろうね、落ち着いてるのかな分からない。 NMB48 の推しとミクルちゃん、そうなんですか。あのね、あんま自分ね、同じ誕生日の人をね見かけないからね、すごい嬉しい共通点、それを覚えてください。推しと同じ誕生日ってこと、私も推してくださいお願いします。1通目から撮ってるけど損したことない。だっていつも返信くれますもん。嬉しい、本当にいつもメールに癒されてる。ありがとう、ありがとう。僕のメールは楽
しい、写真も可愛い、ウキウキし、嬉しいです。なんか結構ミクルのメール来るの楽しみに待ってるんだよっていうのを結構返信で見て、なんか嬉しい。天気予報メールの子でしたっけ、何それ。そう、なんか私でも結構天気言ってない、今日は雨だからとか今日は晴れだからとか言ってるから、それのことかな。それかなんか別で天気予報メールを送ってる子がいるのかわからないけど、私のことだったらなんかあれですね。今メール来た、ごめんなさい。受験生の中で一番好き、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう、本当にありがとうございます、嬉しい。なんか今日りかこちゃんと喋ってて、なんか女の子のファンがちょっと来るとなんかなんていうのかな、なかなか同性の子からなんか推しって言われるってなんかないじゃないですか普段。だからなんか嬉しくてキュンってする。そういう風に しっかりしてるから、いやでもしっかりしてないよ、全然しっかりしてない。全然。でもなんかみんなで話し合う時もなんかやっぱ年齢差あるから、上と下とかで なんか意見とか言えないこともあったりするけど、結構自分意見言っちゃうから、なんかこれはこういう時はこうした方がいいんじゃないかなみたいな。今回の公演終わりも結構なんか意見言って、まあ意見を言うことはね大事。他の私天気予報メールしてるかな、ミクルンセクシーだから、いやそんなことない。あ、マシンガントークの人だ。マシンガントークの人ってどういうこと。なんか私なんか印象が大丈夫、天気予報とかなんか。誰、私のことなのかな。え、今日ね実はね、あ、いつもと違うカラコンつけてるんですよ、ほらちょっとなんか派手、派手め、派手なの。研究生のブログ見てたらミクルちゃん可愛すぎて、そっから嬉しい。明日ブログ更新なんですよ、確か明日だって気がするんですけど、はい、ちょっと頑張って書きます、見てください。何の写真載せるかまだ決めてないんですけど、ちょっと可愛い写真を選んで載せます。嬉しい、頑張れる、ブログ書くのもっと頑張れる。ちょっと女性にいやいやもうね、あの応援してくれるだけで嬉しいんですけど、なかなか女の子からなんかあれなんだよね、なんか女子校だったから、そのなんかくちゃん可愛いねっていう会話はあるけど、なんかそれは女子特有のなんか挨拶的な会話だから。そのなんかみくるちゃん可愛い、推しいって言ってもらえることは本当に本当に嬉しい。これね何色だろう、ちょっと待ってね、見るね。これはなんだろう、しかもサイズも多分 14.5 なんだよね。いつも普段つけてる時は 14.2 とかのめちゃめちゃナチュラルなんですけど、はい、今日はこれ何色だろうね、ブラウン、近くで写してもいいかな、こんな感じの色久々につけた。なんか本当にずっとケースにしまってたから、なんか使わないとあれじゃないですか、捨てることになっちゃうから、ちょっと久々につけてみたんですけど、本当に多分このカラコンで配信するのは久々な気がします。ちょっと前髪がね、ちょっと同じ女子校、共通点あり、しかも何アイコン可愛い、めっちゃ可愛いリボンついてる。女子の可愛いの見極め方を教えてほしいね。でも女子特有の可愛いって会話は私はあんまりなんか嬉しくないっていうか、信用してないっていうか、なんていうのかな、なんか可愛いねってなんかおはようみたいな感じで、なんか女の子ってすぐ言うじゃないですか。で、あ、いやまるまるちゃんのが可愛いよっていう会話が、なんていうのも、おはようおはようっていう会話のなんかもうなんか感じわかる、言いたいこと。とりあえず髪色は黄緑にしません、しなません。今メール、嬉しい、ありがとうございます。メール登録してくださったんですか、嬉しい、ありがとうございます。頑張ってメール書きます、損させませんよ。ミクロミより楽しみな、明日も頑張る、頑張って書きますね。10期の誰かさんがマシンガントークと言って、そうなのかな、とりあえずミクピッピは可愛いってことやな、嬉しい、ありがとう。なんか雰囲気違うと思った、カラコンだよね多分。正直普段の瞳の直径、
でも私 14.2 がちょうど裸眼のサイズに合う気がするっていうか、なんていうのかな、なんか変に浮かないというか変な感じじゃない。なんか SK 入ってから裸眼に近いものを選ぶようになりました。でも結構友達に、久しぶりに会った友達とかに、あの何ナチュラルなカラコンつけていくと、えナチュラルの方がいいよって 80% ぐらいの確率で言われる。本当に男子の可愛いは信じてくれる。うん、信じる信じます。うん、可愛い、私はでもね一番言われて嬉しい言葉は可愛いだから本当に、うん、おはよう、おはよう、ユミハット可愛い。大きさはそうそうそう、怖くなる。私が一番最初のカラコンつけた時になんかめっちゃ大きいサイズで、なんか黒系なんか宇宙人みたいになっちゃって、なのにそれを最初つけてて、今思うとなんかめっちゃ宇宙人みたいな目してるなって思うから、カラコンはね、そう左右別の色のカラコンなんか嘘ニクロン可愛い、ありがとう、可愛いよ、ありがとう。もうね、可愛いってね言葉がね人生で一番嬉しいの。なんかもう一番言われて嬉しい。でも結構裸眼で配信したことあるし、何も配信で、でも私ねあれだったんですよ、なんかアイドルの方はカラコンつけてる方はなんか絶対裸眼を見せたくないみたいな、なんか YouTuber さんでもすっぴんから化粧始めてもなんかカラコン入れてる人とかもいるじゃないですか。だから結構なんていうのかな、カラコンを外すことって勇気いるのかなって思ったんですけど、私結構配信ですんなりカラコン外しちゃって可愛い、ありがとう。みんな可愛いって言ってくれたらテンション上がるからナチュラルでも自然でも可愛いよ。嘘、いくらメンマのサイズも可愛いなんて、そんなこと。でも裸眼でもまあうーんって感じ。可愛い、今日もありがとう。みんなとりあえずみんな可愛いって言ってくれたらとかで可愛い、今日ありがとう、いつも可愛い、ありがとうございます。メイクよりカラコンが大事、どうなんだろう。でも裸眼の大きさってなんか結構みんな一緒って、人間みんな一緒って言うけど意外にそうじゃなかったりするよね。ピクピッピ、あさってお誕生日なのか、そうあさってで17歳になりまーす。みんな覚えてね、ありがとう。また誕生日もねあれだよね、17歳になったらすぐ配信できたらなと思うけど、こんにちは、こんにちは、元気元気元気。目ん玉の大きさは一緒っていうね、そう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 なんだよね。たしみさんにショールーム来たけど相変わらず天使で可愛い、 ありがとうございます、嬉しい可愛い、あ待ってね、みんなのコメントが流れちゃった。可愛いからブログの写真載せて、嘘、嬉しい。土日は忙しい感じ、うん、うん、土日明日が31の金曜だよね。土日はねどうなんだ、予定がねわからないんだよね。みんなね8月1日にねきちんとお祝いしてくださいとか言ってそんなでもなんか何もう誕生日おめでとうってさ、たくさんの方に何言われることなんてないじゃないですか。しかも8月1日って基本夏休みだから、学校でこう何おめでとうみたいなさないから。でもみんなってあれなのかな、このショールームの名前と SNS やってる名前って一緒なのかな。なんか結構ミクルンルンで見てるけど、みんなどうなんだろう。ブログ、リカピのブログで、あそうそうそう、あげていいってね来てたの、いいよって言って、今日はリカ子ちゃんと一緒にいたんですけど、おしゃべりしました。久々に会ったよ、いつぶりだろう、めっちゃ久しぶりに会った。ちょっと前髪が、久々に会った、いつぶりかな、2週間ぶりぐらい。僕ツイッターとか結構みんな見てますよ、見てる。
見てるよ SNS。 先生の名前は違うかも。あーそうなの、みんな一緒、了解。ちょっとね一致させないとね。リカーピンのブログに登場してたのね、後で読みに行く。みんな見てね、私が乗ってるよ。カーテンも可愛い。これ前は何だったかな、ピンクのなんか白の花のやつだったんですけど、このバラのやつ。みんないっぱいつぶやいてねとか言ってめっちゃ強制的につぶやかせる感じになっちゃったけど、 LINE 以外は同じLINE そう結構でもミクルンルンルンのハッシュタグはちょっと時間あった時とかに見たりするから、結構ね、そうハッシュタグミクルン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 がルンが3つなの。あちょっとテロップにじゃ出しとくね。じゃあ派手な姉さんいないの？あ、バーニー？バーニー姉さん？いないよ。え、その人だよね、多分派手な姉さんって。これ私のハッシュタグです。皆さん覚えてください。なんか今日肌汚く見える。なんでだろう。ちょっとスキンケアをちょっと力入れないと。つぶやけない。嬉しい。そう、これが私のファンの方と一緒に考えたハッシュタグなので、こちらのハッシュタグで何か、まあ、私に関してのツイートだったり、なんか最近こんなことしたよとか、なんか何でもつけてください。見ます。ゆたちゃん見てる見てる。そうこれあのテロップに出したハッシュタグが私の専用ハッシュタグというか、なんていうのかな、はい、かもう名前キトミクルでもいいし、そう見ます。ルン3つ、なんかミクルンルンでルン2つにしようと思ったんですけど、なんかルン2つだといたみたいでルンを3つにしました。だからミクルンルンルンのハッシュタグで私のツイートでいっぱいにしてくださいそう、でもなんか私専用のアカウントもねちらほら見たりとかするとね、あのすごく嬉しい。あの何自己紹介欄っていうのでそうエゴサするんや、みんなしますよエゴサを。エゴサっていうか、なんていうんだろう、みんなの配信終わった後の感想とかやっぱ見てる。なんかみんながあ喜んでもらえたなっていう、それで私も嬉しくなるから。ミクルの名前嬉しい。本当に私ずっとね自分の名前好きじゃなかったから、ルン3つだよ。かも名前か、そうでもなんかすごい嬉しい。その何自己紹介欄に私の名前書いてあったりとか、なんかトップとかなんかヘッダーとかにあの私の写真使ってくれたりとか、なんかもう私専用のアカウントだからユーザー名とかも私の名前入ってるとなんか嬉しい。なんかもう私のためにそうやってなんか作ってくれてるとか思うとなんか嬉しいめちゃめちゃ嬉しい。だからね名前呼べるようになったらさ、名前でありがとうってなんか言いたいけど、今ね名前も言えないからさ。そうこんばんは遅れた、大丈夫だよ、まだね やるよ。55分ぐらいまではやります。ミクルルンでエゴサできないよね、汗汗変なことの先生ダメだよとか言っていい名前やないの、嬉しい。いつも見てくれて、もちろん見てる、ちゃんと見てるよ。エゴちゃんしますね。そうです、ツイートするね。そうめっちゃ嬉しい、本当に。なんか自分もなんかあれだったから、なんかなんていうの作ってたから、パルルさんとか好きな時とか、そうだからなんかその気持ちで作ってくれてるのかなと思うとすっごい嬉しい。なんかああいうの載せてた、なんか集合写真とか、あの何スタンプでなんか何彼氏彼女みたいな、なんかこういう矢印ついたあるじゃないですか、それで彼女ってつけて恥ずかしい。うん、エゴさん、エゴさんの写真とか見るよ。エゴさんの写真も見るし、見てる。エゴさというかなんかなんていうの、見てる。
ツイート、喜んでみくるん可愛い、そう嬉しいの。だってさ、そんなことなんていうのかな、ないじゃないですか人生において。そんななんかその見知らぬ女の子のことをさ、あのつぶやくことってないじゃん。だからあのそうだからなんていうのかな、こうやってスキンに入ってこう知ってもらってっていう感じだから、なんかそんななんかねありがたいよね一つ一つ。 SK フェスティバル公演の2分間 MC でミクロノートの配信で終わります。そうだよ、ミクロノートに結構ファンの方の趣味とか誕生日とかそのなんか書いてる。だから結構何メールの返信でなんか私はなんか何々が好きでとか、例えば甘いもの好きでとかだったら、なんか丸々さんは甘いものが好きとか、なんかお菓子作り好きとか、趣味がなんちゃらとかなんか書いたりしてる。知らない女の子っていうか、何て言うのかな、そんなアイドルじゃないさ。そうね、この意識はね、まだって、そう、あさって誕生日で、そうなんですよ、初見さんありがとうございます、あさって誕生日です。絶対カタカナで小文字だったからめちゃめちゃ見にくかった。見知らぬ一般にそうそう言えないし、なんていうのか、なんていうのか説明しにくいけど、なんかそう言いたいこと伝わってる私のこと知ってくれてるから皆さんこうやってつぶやいてくださったりとかも、なんか知ったからつぶやいてくださるじゃないですか。なんかでも嬉しい、初見さんありがとうございます。しかも初見さんなのに誕生日知ってくださってる、ありがとうございます。女性の方かな、最近みんな返信だけど、全然もうね見てくれてるだけで嬉しい。ミクロンこんばんは、こんばんは。ヤコパで、お、じゃあヤコパから私のこと知ってくださったんですね。あ、もうそれは嬉しい、ありがとうございます。ちょっと待ってね、みんなすごい今日、みんなちょっと待ってね、こんばんは。残業で、あ、残業お疲れ様、ありがとうございます、来てくれてありがとう。今日は朝早く起きてたくさん食べたので、あまりお腹が空いてなくて、まだ何も食べてない。その夜ご飯としては、俺知らない女の子みたいなのね知ってるでしょ。何分からかな、すごい、もう1440人の方ありがとうございます、ありがとうございます。あのね、あの、あ、そうそうそう、久しぶりにあのメゾンドフルールに行ったんですけど、可愛いものにちょっと出会って、ちょっと欲しいな、気になったなっていうものが何個かあったんですよね。そう、服可愛い、服これレースに乗ってる、なんか黒の服でーす。焼き芋、焼き芋あんま好きじゃない。こんばんは、メロンパンは何種類食べてますか。最近全然メロンパン食べれてないんですよでもプロフィールだと普通にメロンパンって書いてあるんですけど、本当はチョコチップが入ってる。でチョコチップ系が好きなんですよね。チョコチップクッキーとかチョコチップが入ったものが好きなので、そう、でもあんまり、だからあんまそれ以外のメロンパンを食べないかな。最近でも食べてないです。パンは太りますね。ミクロご用達の、そうメゾンドフルール今日も、てかあの何、今この配信してるあの機種のケース、これメゾンドフルールなんですよ。エアポッツのケースもメゾンドフルールなんですよ。これ色味一緒で、なんかこんな感じのケースなんだけど、腕細っ、細くない、細くない、やめてください、細くないです全然だよ。なんか違うんですよ、なんかこうやって腕曲げるとなんていうのかな、こうブニュッと肉がなっちゃって太く見えちゃうから、で細い子でも結構こうやってやったら太く見えちゃうじゃないですか。どうしたらいいんだろう。薄ピンクに、嘘、ありがとうございます。でしかも今日バッグもピンクだったの、メゾンドフルールの。でも今日はメゾンドフルールのバッグと靴となんかリュック系で、なんかあ気になったのがあって、そう見た、白いし、でもね焼けた、焼けちゃったんですよね今年ちょっとね、焼けちゃって、
あの日傘を持ち歩こうかなって思ってる。二の腕はそのままで、そう二の腕はそうネバニー姉さんがね、あの痩せなくていいって言うので二の腕はそのままでとか言って。肌が白い、いやそんなことないよ。顔はまだ白い方かもしれないけど、腕はねちょっとね日焼けしちゃってね、あのミクルが打ってる姿を見たらさらに目的、いや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 、ない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 、日焼け止めは、日焼け止めはあの化粧する前に塗るぐらい。足はね白い、足はね自信ある、白いよ。足は白い方です、白いかな。でもね、本当にリップ塗らないと、色が白い時にこうリップ塗らないと本当になんか顔色悪い人みたいに見えちゃうから、リップだけはきちんと塗る。ハート100個ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。ミクラの色ではバーニーさんが予約済みと、そうだってお買い物してる時とかずっとムニ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 してるから。そうムニムニしすぎだよって。体育で日焼けとかしないの？体育はもう頑張る。あでも私結構長袖着てた時あったよ、夏超暑いけどね。かもうできるだけ日陰に入れる時は日陰に入るし、もう気持ち焼けないっていう気持ちも大事。焼けちゃってもいいやって思うと、なんかすごい日差しがなんかもすごい吸収しちゃう。でも私はすぐ吸収するタイプよりも赤くなるタイプだから、もう日焼けして赤くなっちゃったらチンと保湿とか冷やすとかしちゃえばそんなに焼けないかな。はい、足の方が白いと思う、多分足が。気持ち大事。でも私はどうだったかな、体育もうできるだけ何もなんか体育座りして先生の話聞いてる時もなんかもう こういう感じ。ちちこもってる感じでも日焼け止めは塗ってた、塗れる時はね。もううん、でも焼けた後のケアは大事だと思う。それだけで結構なんかもう焼け具合というか結構変わると思う、多分。だからでも本当に夏休み、そう今までの夏休みその1ヶ月ぐらいあってあるじゃないですか。普通はもうね一切外に出ない感じだった、ほぼ外に出ないって感じだったから、だからそうだね、だから高1の時にあとかテニスか、テニスの授業で外だったんですよ。でお昼終わって5時間目が体育だったんですよ。急いで、だからもう大変だった。だから体育館がいいよねやっぱり。できるだけ外出たくないから。でも夏でもカーディガンもちゃんと着てたし、それはねなんでだろう、やっぱ焼けないっていう一つの理由もあるし、なんかカーディガン着てると落ち着くっていう感じだから、どんだけ暑くてもカーディガンだけはね脱がなかった私は。そう、私はあんまり赤くなるタイプ、本当誰に似たのかな、この赤くなるのは。どうだろう、でママも別にね白い方だと思うんだよね。どうなんだろう、気合で乗り切るのよ。今日のショールーム見てもっと好きな、嬉しい、もっともっと好きになってもらえるように頑張る。それは姉さんが触りたいな、気合握手するための可愛いお手手を予約してきますね。私手ちっちゃいんですよ、ごめん、わからない。エアコンついて、そうエアコンついてるからね、体育館はありがとうございますって感じ。そう一番の対策は本当に外に出ないことが大事、本当に外に出ないことが大事。だってもう海も行かないしプールも行かないし、でもあの何夏祭りも行かない人です、私。みんなはねなんか浴衣着たりとかさ、友達とお祭りに行くとかあるけど、私はお祭りに行かないし、人が多いしジメジメするし、いいことがないというか。あそう、でも結構夏で教室行っても寒くなってきちゃって、私の手が大きいって
え、全然大きくないよ。自分で言うのあれだけど、まずバーニー姉さんよりも全然手ちっちゃいでしょ。え、手ちっちゃいよ。わかんない、大きいと思ってたら手。セミ鳴いてる。うん、セミ鳴いてない。いやでもね、あ、まあ基本的に外に出るのが好きじゃないから、もう夜でもあんまりね、できるだけ出たくない。そう、花火、うーん、否定派というか、なんか別に行きたいとは思わないかな。いや、ほこまんは、ちょっと待って、今何分、あと15分ぐらいあるね。えらい、ほんとに今もカーディガン着てるの。もうずっとカーディガン、もうね、ずっとカーディガンだよ。指細くて、私は指も長くないし、なんか丸っこいから手があんまり綺麗じゃないんですよね、形が。ごめん、あ、そういうことね。あ、私、あ、びっくりした、なんか誰かと私手比べたっけと思ったけど、なるほどね。ミクロンいい匂いかな、多分これ欲しい。ミクロンいい匂いするって。そう、なんか久しぶりにレッスン始まった時に、私がみんなおはようって言って入ってったら、もうミクロンが来たら、あの部屋ものいい匂いってずっと言われてた。早く来てね、握手会ね、本当に。あ、大阪で握手会開催したら絶対、会いに来てね、会いに来てね、お話しして、みんなでお話しよう。だから私と握手した後はみんな手をね、匂い嗅いでください、いい匂いだと思いますって言っておく。匂いだけはね、きちんとしてるタイプ、きちんとしてるタイプっていうか、結構匂い系は好きだ。ハンドクリームとかもすごい好き。だから冬は結構でも乾燥しちゃうから、自分ハンドクリームを結構塗るんですけど、なんか日によって違うのつけたりもするし、結構ねハンドクリームいっぱいあるよ。早く会いに行きたい、本当にね。でもなんかちょっと今さ、あれじゃないですか、またちょっとなんか大変な感じになってきてるからさ、バニラ、そう、今の使ってる香水は特別にみんなに教えます。まあわかんない、男性の方はで、なんかあんま使うことは方いないと思うんですけど、あの女性の方だったらぜひ一緒に使ってください。あのジルのバニラっていう香水を私は使ってます。今教えました、特別に。需要ある話かわからないけど、私が最近使ってるのはそれです。それのシュッシュタイプじゃなくて、手首にこうやって塗ってこういうタイプだから、持ち運びできる感じを使ってます。ぜひ女の子とか使ってみよう。甘い匂いが好きな方だったら大丈夫だと思う。手ぬるぬる系、うん、全然買ってみて、めっちゃおすすめ。これはね、いい匂いって言われる。でもなんかその久しぶりのレッスンで初めてそのバニラをつけた時に、なんかリコちゃんがなんか、ミクロン本当いつもねみたいな、いい匂いみたいな感じの感じで、で帰ったの気づいたって言ったら、いつもと一緒に思えるって、と思って。嘘でしょ、違うのにしたのに、みんな同じに、もう匂いフェチ。いや、そんなことないよ。でもすれ違ってたまになんかいい匂いの方とかいると、何使ってるんだろうってね思う。手を嗅いだら、全然手嗅い、匂い嗅いでいいよ。ミクロンどんな匂いかなってハンドクリームは、ハンドクリームはね、何使ってるかな。あ、ジルも使う。ジルもそれ多分バニラみたいな匂いだったけど、あるかな今ここに。ちょっと待ってね、あったらお見せできるんだけど、なかったら、ちょっと待ってね。バニラ系結構好きかもしれない、多分自分。あ、待って、なかった。お見せしたかったな。ちょっと待ってね、ここにね、ハンドクリームがあって、これ結構でも見せたよね、これ。これはね、匂い何なんだろう。ディオールのハンドクリームなんですけど、これ何の匂いなんだろう。ミスディオールのハンドクリーム検索してみたら多分出てくると思うんですけど、すっごいいい匂い。なんか甘くないよ、その多分匂い、上品な匂いだと思う。多分バニラアイス好き、バニラアイスはねあんま好きじゃないけどね。層がいいかも、わかんない、あんまバニラアイスね買わないんだよね。見せてよ、そうそうそう、これ見えるかな、
あんま綺麗じゃない、化粧ポーチの中入れてたからね。めっちゃ化粧品の色とね、あれこういうやつめっちゃ YouTuber みたいこれでーす。リップもたまにこれジルだし、結構ジルね使う。女子力高い、そう女子力はね自分でもちょっと高い方かなってねちょっと思ってる、うん、大好きこういう系、化粧品とか見るのすごい好き。だからちょっと化粧品が欲しくて、そうなんですよね。買おうかな、買ってみて香水。あそうだからなんかジルってお店見たらなんかバニラの匂い嗅いでみて、これがミクロの匂いなんだってわかると思う多分。みんな使ってみてジル鉄板、ジルそうかな多分、どうだろう。バニラですね、ちょっと最近食べてないからねわかんないよ。バイバーイミクロン、練習頑張って、ありがとうございます、頑張ります。化粧品は何使ってるかな、下地はキャンディドールの紫のやつ使ってます。ファンデーションはミシャとか、あと 3C っていう韓国系とかもあるんですけど、あとはアイシャドウは今日は久しぶりにジルのなんかジェルタイプのあのやつとか。ミクロンジルが好き、ミクロン間違わないで。なんか化粧品はねジルか、キャンメイクもなんかメイクし始めた時はキャンメイクを使ってたけど、キャンメイクでリピ買いしてるアイシャドウがあるんですよね、多色の。そうそうそう、今めっちゃもうなくなってるんだけど、三角形で 3C って書かれ、あそう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 です、そうです。今鏡ね手元にあるんですけど、ハート型の鏡がねある。そうそう 3C って、これは多分、ね、女の子使ってるのこういいと思うんだけどな。多分50分になったらスクショタイムにします。女子力高い、大好き。そういう化粧品とか服とかも見るの好きだし、そうそう大人になって、そうそう変わると思う多分。韓国コスメ最強、うん、誕生日だねバニラ、そうバニラの香水を使ってます。私は超おすすめ、超おすすめで、甘い匂いだからどうだろう。でも調べたんですよね、それ買うときに。なんか甘い匂いが苦手、なんか口コミっていうか見たの。夏服新しいもの買ったりした、うんうん買ってない夏服、多分買ってない、うん。1時間あっという間ですね。みんな来てくれてありがとうございます。ボディーバターのバニラの香り好き、え何それ。でもバニラってハズレはあんまない気がする、どうだろう、ないと思うけど、どうなんだろう。2232の方ありがとうございます。よかったらフォローしてくださったら嬉しいです、お願いします。よかったらフォローしてください、お願いしますそうバニラはあんまりハズレな匂いはない気がするけど、どうなんだろう、どうなんだろうね。ちょっと待って、なんかすごい肌荒れしてるように見えるのは気のせいかな、なんか凹凸がっていうか、凹凸っていうか、なんかでも香りは結構大事な気がする。なんかちょっと香水つけるとか、なんかちょっといい匂いなだけでテンション上がるから、そう結構ね匂いは、でもその日によってつけるものも違ったりするし、そうそうそう、まあちょい白飛びしてるかな、後ろ下がったら大丈夫そうかな。スクショタイムします。何とスクショタイムするの、なんかちょっと手元に何もなかったから普通にピースで。皆さんスクショタイムでーす。もちろん今日もありがとう。メイク変えるだけ、うん、なんかちょっといつもと違うアイシャドウとか使うだけで、今日はちょっといつもと違う、なんか何だったかな、うんとね
いつもはアディクションのブラウンを使ってたんですけど、今日はメイブリンのパレットのアイシャドウを使った。私はねブラウンが多いです。あんまオレンジ系使わない。ボディーバタチボディショップ、ちょっと調べてみよう。気になっちゃう。クルフかシルトピシャ。なるほど、ちょっとそれは覚えとこう、覚えとこうと。時間出すね。早い。配信ありがとう。いやいや、こちらこそ皆さん見てくださってありがとうございます。こんなどれくらい40分ぐらいだけど、2327ありがとうございます。皆さんありがとうございます。16歳最後の多分配信かな、どうだろうなっちゃうんですけど、16歳最後次皆さんとお話しするときは17歳のミクルンかな。そう、ちょっと待ってね、あと4分ぐらい。かゆい。こんばんは。お、初見さん来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。久々に来て楽しかった。また来るんで、ぜひ来てください。フォローしてまた来てください。期間限定いろんな香りの発売作品、見てみます。次配信するけどセブンティーン、そうセブンティーンで配信する。次に会えるのはね、そうミクルンだから、みんなね、そう私の新しいミクルンです。これはミクルンのさ、あ、そうなんですね。ちょっと覚えとこうと。こんばんは、今来ました。ありがとうございます。ちょっとね、あとね3分で配信終わっちゃうんですけど、ちょっと蚊に刺されちゃったからちょっとかゆいな。16歳配信ありがとう。こちらこそ皆さんありがとうございます。16歳の私もありがとうございます。これから何度目のセブンティーンを迎えることになるのか。そうだよ、毎年セブンティーンだからね。そう、紀藤さん名古屋に多い、多いです。苗字かな、多分苗字多いですよ。可愛かった、ありがとうございます。16歳ミクにも会いたかったね。16歳の私に会えた方は多分エコパアリーナ、会えたっていうか見た方はエコパアリーナ来てくださった方だと思うんですけど、まあ17歳のミクロンでたくさん会えたらいいなって思いますけど。こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってね、苗字、そう意外にね多いんですよ私の苗字。ミクロン最高だな。ムスタンみんな最高。ツイートまたします、ありがとう。皆さんあのミクルンルンルンでね、ハッシュタグかわいいスクショ、かわいいお写真にしてくださいね。お願いします。ツイート見ますね皆さん。ミクルンルンルンで見させていただきますね。早く会えますようにって皆さん願っといてね。ちゃんと今のとこミクルン実在してるか確認できてないから、してるんだけどね。してるんだけど、みんなちょっとまだね確認できてないよね。かわいいスクショ、最後にね、指ハート、好評の指ハート。さらに可愛くなる、さらに可愛くなる17歳ミクルン目指します。ねえ私ちゃんと生きてるよ、ちゃんと実在してるよみんな。間近はありがとう、ありがとう。あげた写真が変な写真だったら配信で、なんかこの間あげてくださったね写真ね、めっちゃ可愛いと思った。可愛いっていうか、あ漏れてると思った。マニー姉さんの時の配信かな。そう SK 研究生でミクルンがおしめです、ありがとうございます。皆さん押してくださいって。ミクルンを押して損することはないとね約束します。いやミクルンを押してて得でしかないって、ね、みんなが言ってくれるようなアイドルを目指すね。信じて信じて。半目になっちゃったやつ消しとこう。うん、半目ダメ、下向いてる写真もダメ。 あんま下向いてる時のね顔好きじゃないので、しっかりカメラを見てニコニコしてるミクルンだけ撮っといてください。押します、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当にこれからもあげるね、ちょっとあげてあげてあげてとか言って。
押します。押すよ、ありがとう。生誕ティーもね早く届いてほしいな。みんな届いたらよかったら載せてね、報告してください。ミクロン届いたよって。私も早くね欲しい。半目で可愛い時はどうします？半目で可愛い時は多分 100% ぐらいの確率ないと思うんですけどどうだろう可愛くて癒されてます。ありがとう、ありがとうございますね。2533人の方見てくださってありがとうございます。よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。ということで明日はブログ更新だし、明後日は17歳になりますので、皆さん今日も配信ね見てくださってありがとうございます。みんなミクロンでよかったらツイートしてくださったら嬉しいです。バイバーイ。